どうも大輔 with スパレットおパンピンでございます。お待たせしました。リハの時からの見苦しい姿をちょっとありましたけれど、本当に今日は遅い時間ですけどもね、本当にありがとうございます。皆様暑いですね、今日も暑いですね。あ、これうちの人生初めてボーカルやらせてもらってるんですけども、あ、これ困るねこんな感じなんだ。大丈夫大丈夫ということで、ちょっと遅くなっちゃいましたけれども、まあ、今2曲飛ばしてやらせてもらったので、ちょっと次はしんみりなナンバーでやろうかなと思うんですけども、いいっすか、いいっすか、ありがとうございますということで、ちょっと若干気づいてる人の中にはいるのかもしれないんですけども、そこになんか見えますよね、37番。そうですよね、で37番、そうです、ここ紐づいてるんで、ちょっと何が紐づいてんの今何が紐づいたの。ということで、すみません、ちょっと次はしんみりしたナンバーで歌いたいんですけど、緊張してます、ありがとうございます。ということで、ちょっとじゃあ、Dreaming with my only lover.
ません、急にステージ降りちゃって。大丈夫です。じゃあちょっとリハーサルしたんでね。すいません、照明さん、客席も少し明るくなるような設定とかできますかね。あー、はい、ありがとうございます。じゃあエヴァフリー分かる方、一緒に歌ってください。俺のフリしちゃう。OK です。じゃあエヴァフリーで。お！じゃあ、ケンさんも降りてくれたところでエヴァフリーで、おっしゃー、ダイザーさん。次の曲が最後でなります。すいません、最後なんですけど、まあ、実はここで皆さんに一つご報告があるんですけども、大好き with スプレッドパンピン、
今日で解散します。解散か。あれ、ヨシキコルセットじゃなくて、解散ってお前が言ったの。ああちょっとあのヨシキ今日ゲストなんですけど、ヨシキ焦るんですね。今日ヨシキ誕生日です。相澤さん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアアイツ、ハッピーバースデーアイツ。相澤さんおめでとうございます。でもさ、はい、大ちゃんも8月15日誕生日でしょ。はい、間もなくな、来週の土曜でーす。俺もこの人も8月15でーすね、たまたま一緒だったんですよ ね、たまたまね。たまたま一緒だったんだよね、けんちゃんと大ちゃんね。たまたま一緒だった。そうそう、ちょっとある人もパクっちゃいました。あとなでしこにいる中田愛も同じだった。あ、ほんですか。あと西武のおかわりくんとか。あ、そう、俺黒柳徹子よ。え、黒柳徹子。黒柳徹子は。ちくしょう、すげえな。あと俺戦争終わった人同じ。お、あとナポレオン。ナポレオン。ナポレオン。だってナポレオンってね、ナポレオン、ね、お酒の名前になってるから。下町のナポレオンでしょ。あ、そうか。暑いです、本当に皆さん、お暑い中、そして遅い中、ありがとうございますね。で、最後に、あの、やる曲は、ま、ヒデを知ってる、ま、尊敬されてる方ならもう誰でも知ってる、テルノフジっていう曲をやります。テルミーっていう曲をやります。本当にありがとうございました。ま、解散するけど、また次の人生で会いましょう。ありがとうございました。テルミー。
とうございます。8曲5曲すいません、なんかわざわざまた帰る時間遅くしちゃって、あのこれが最後で本当にしたいと思います。あの30歳最後にいい思い出ができました。本当にありがとうございます。はい、ということで31歳になってからもよろしくお願いします。腹減った、よっしゃ、今日のビールはうまいよ、うまいよ。あれということで、あ、すいません、じゃあ、あの曲5曲しかないんですけども、多数決、はい、そうですね、民主主義なんで日本は、はい、多数決でいきましょう。アンコール用のあるわけないじゃん。じゃあ多数決でいきます。ロケットダイブの人。あれ、おお、ロケットダイブ結構人気なの。あ、そっかそっかそっか。いや、ロケットダイブの曲が分かんない。1曲目が1曲目がダイスっていう、あのサードシングルになります。その次はそうですね。2曲目にやったのがロケットダイブ、割とあの皆さんご存知かと思うんですけど、X ジャパン解散して翌月の1月30日に発売されたシングルですね。ウィキペディアみたいにいらなきゃいけない。はい、3曲目にやったのがあのピアノから始まったの My Eyes Love You、ピンクスパイダーっていうね、ありがとうございますね。ピンクスパイダー、亡くなられてからこう出た、ね、あのチョコレートなんかあったな、うん、もう忘れちゃった、いや。で、俺が歌い損ねてるような頑張ってたエヴァフリー、大体これ分かりますよね。で、最後にやったのは照ノ富士ですね。ということで、どれがいいでしょうね。個人的にはエヴァフリーは避けて通る。じゃあ、くれないじゃない、くれない。得意なやつ、個人的にですか。くれないに染めてこの俺を。え、じゃあ今決まったんすかね。くれないよ。